皆様お疲れ様です。お酒の塾長です。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は軽く一杯82杯目になります。今回のテーマはですね、日本のリキュールですので、早速飲んでいきましょう。お酒の種類は、リキュール、銘柄はバラ甲州つくし茨、原産地日本の熊本県人吉、酒造所大和一酒造元、アルコール度数 12% になります。さあ、ついにね、あのリキュール来ましたね。日本のリキュール、まあ日本リキュール、いわゆる混成酒なんですけど、まあ混成酒でまあ有名なものっていうのは、まあ日本の場合だったら梅酒ですよね。そしてあとあの料理酒としてイメージ強いんですけど、私は結構あのそのまま飲んでね、甘くて美味しい本みりん、まあこのあたりが混成酒リキュールの仲間になるんですけど、今回はそのねリキュールの仲間で、熊本県の熊焼酎を作っている、大和一酒造元ですね。これ何回か紹介してるんですけど、あの私もね行ったことあるところなんですけど、ポイントはあの温泉水を使ってですね、作ると、そういう熊焼酎があります。そしてね、あとあの珍しいところでは牛乳焼酎っていうのもあるんですけど、それを作ってる酒造元なんですけど、その中でですね、このそこが作っておられるのがこの、バラ甲州つくし茨になりますね。原料はですね、熊焼酎と人吉の温泉水、先出ましたね。そしてですね、つくし茨の香りがあるということで、つくし茨そのまま入ってますね。あとは、まあ、ローズシロップっていうものが入っておりまして、自家栽培のつくし茨を使ってて、これ花びら入りなんですね。わかりになりますかね、これね。そこにあるのわかります？これ花びらなんですね。それを入れてるというところですね。面白いですね、こういうお酒っていうのはですね。でですね、つくし茨っていうのは、熊本県の熊地方、熊川ですね、熊川河畔に、自生する絶滅危惧種でして、5月の下旬から6月中旬ぐらいに咲くみたいなんですね。そしてこのつくし茨を使ってお酒を作って、このお酒の売り上げの一部はですね、熊郡に自生するつくし茨の保護活動に寄付していると、まあ、すごい素晴らしい話ですね。そういうお酒になります。でね、これ昔何年前にかかったんですけど、買った当初は確かこれピンクだったと思うんですね、色がね。でこれね、おそらくですけど、長いこと私の家に置いてて、温度変化が強い家に数年置いてしまったので、経時変化が起こって色が変わってるのかなというふうに思います。もともとはもっとピンクだと思いますので、そのところだけご了承いただけたらありがたいと思います。では早速飲んでいきましょうかね。つくし茨です。おしゃれな瓶ですよね。このバラのデザインも結構素晴らしいですね、つくし茨のですね。さあ早速飲んでいきましょう。やっぱりこういうのはワイングラスがよう似合いますね。ストレートです。そして、これはロックにあえてしてみます。そしてこれはソーダ割りです。はい、そしてちょっとステアしましょうかね。軽くステアしましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と。そしてこれは専用マドレーでいつも通り混ぜて、炭酸入れていきましょう。いい音鳴りましたね。美味しそうな感じできましたね。うん、非常に素晴らしいですね。さ、早速飲んでいきましょう。まずはやはりストレートの方から飲んでいきましょうかね。今日はワイングラスに入れてみました。ちょっと褐色がかってるので色がね分かりづらいところあるかもしれませんけど、まあ、ピンクがかった淡いグリーン的な色に変わってますね。さあ香りを取っていきましょう。ああ、いいですね。非常にね、バラのローズ系、なんていうのかな、フローラル、ローズ系のメインとした香りなんですけど、
でね、なんていうのかな、シロップみたいな、まあ、ローズシロップが入ってるということなんですけど、非常に甘いようなバラの香りがしててですね、これは女性の人が好きな感じですよね。まあ、女性および男性の人も結構いいような香りになりますね。さあ飲んでいきます。いやー、いいですね。非常にね、優しくてですね、酸味、なんていうのかな、青リンゴっぽいような酸味がありますね。しかし、そして、控えめな甘みがありまして、非常にバランスが良くてですね、おしとやかでたほやか、うん、まさしくそうですね、大和なでしこを彷彿させるような、お酒ですよね。非常にいいと思いますね。こういうお酒はやっぱりいいですよね。まあ、私もこういう女性の方とかとね、お知り合いになったりとかしたいと思いますね。まあ、そんなこと言ったら家内に怒られそうですけど。すいません、ちょっと愚痴みたいな感じでネタで使いましたけど、ご了承ください。さあ、次、このソーダ割りを飲んでいきましょう。あ、失礼しました。今の家内のあれですが、怒りが出てきたんでしょうかね。まあ、そういうことにしておきましょう。さあ、ソーダ割りです。うん、ソーダ割りの方はやっぱりあれですね、爽快な感じになってますよね。より爽快、淡麗な感じですね。いや、これ非常に飲みやすいですね。これはこれでね、お酒がそこまで強くない方には非常に OK な飲み方ですね。これね、そうだ、アルコール度数12度なんでですね、これで割るとですね、どうなんだろう、もう3対1とかやったら 4% とかなるので、ビールよりも弱い、いわゆるなんでしょう、中杯系な感じになるのでね、お酒がちょっとあまり得意じゃありませんよというような女性の方は、こういうソーダ割りがいいですね。まあ、このままでも十分美味しいですけどね。そしてこれはロックです。あ、すごいですね、ロックでもやっぱり甘みが負けてないですよね。この辺が非常にね、ちょっと水で薄まってもですね、バランスを崩さない、こういうところがですね、やはりしっかりした一品のお酒っていうのは共通点ですよね。はい、そしてですね、これ真ん中に不自然にスペースが空いてますね。いつもの展開なんですけど、こういう時は何かと用意されてるというところなんですね。で、このね、つくしいばらの何でしょう、商品の説明を見るとですね、ソーダで割るとかですね、まあ、ちょっと特殊で、熊焼酎、いわゆる米焼酎ですね、の水割りにお好みの量を注いでと、いわゆる焼酎に、添加して味付けを変わるっていう、そういうことも書いてるんですけど、そして私が一番今回で楽しみにしている飲み方、これですね、冷蔵庫で冷たく冷やしてというような飲み方ですね。で、一部氷を浮かべてっていうことを書いてるんですけど、実はもう冷蔵庫でね、冷やしてるんで、それをちょっといただこうと思いますので、ちょっとお待ちください。取ってきますので、はい、すいません、お待たせいたしました。あ、いいですね、霜がかって冷蔵庫で、冷やされた、つくしいばらの登場です。さあ、早速飲んでいきましょう。やっぱこういうなんか霜がかった感じっていうのは、なんか非常になんか冷涼感があっていいですよ。クールビューティーっていうような感じがしていいですよね。私結構クールビューティーな方結構好きなんですね。なんか知性的っていうか、自分を持ってるっていうかね、そういう感じがしますよね。すいません、こんな話でいつまってしまってね、ちょっとこんなネタでいつも怒れそうな感じですけど、ではいただきます。あ、やっぱ香りがね、スマートでシャープになりましたわ。さっきの常温の香りでもは決して悪くはないんですけど、どっちかというともっとね、研ぎ澄まされた感じ、やっぱり冷やすとこういうところが特徴的に出てきますよね。うん、香りはストレートとよく似ててですね、どっちかというと何でしょう、ハーブ系の方がより要素が強くなったイメージがありますね。しかしメインはローズ、いわゆるバラですね。その香りでも間違いありません。皆さん来ましたね。めっちゃうまいですこれ。このか、冷やしたものが、どれも美味しいんですけどね、この冷やしたものが私一番好きですわ。すごいすっきり爽快で飲めまして、で、酸味がやっぱりね、冷やすと酸味がやっぱり際立つんですね。で、甘みが抑えられる。だから白ワインってよく軽く冷やすっていうのはあるんですけど、それと同じような原理でですね、で、さっきと重複するんですけど、スマートで飲みやすい、すっきりスマート、スムース、これ以上の形容が見つからないほど上品なリキュールですね。上品な大和なでしこ貴婦人、そうですね、そのような感じがする素晴らしい一品ですよね。
これはね、あの病みつきになるリキュールだと思いますね。さあ、このね、素晴らしいあのつくしいバラなんですけど、あのちょっとリキュールっていう言葉があったので、それ軽くちょっと説明していきましょうかね。リキュールのね、語源っていうのはですね、溶かすっていう意味なんですね。ラテン語のリケファケレっていう言葉があるんですけど、そこがまあ、あの由来となっている説がありまして、中世のヨーロッパにおいてはですね、生薬配合のリキュールはですね、錬金術師たちによってですね、エリクサー、いわゆるエリクシルですね、とも呼ばれてたと伝えられておるんですね。で、現在ね、一般的なリキュールっていうのはですね、あの醸造酒や蒸留酒にですね、香りがついた原料ですとか、甘い原料ですとか、あとは着色した原料などのエキスが配合されたお酒になりまして、まあ、それ以外には実はですね、そのいう甘い、なんていうのかな、そういう色ついた甘いリキュール以外の他にはですね、よくスーパーで売ってる第3のビールですね、第3のビールの一部の裏面表記を見るとですね、リキュールっていう表示があるんですね。まあ、あのビールが一般的に多くて、その次発泡酒が多かったんですけど、酒税の都合上で第3のビールっていうのがね、出てきたんですけど、そこにね、リキュールって書かれてるものがありますね。まあ、どういうものかというと、それはあれですね、結局は大麦由来のスピリッツ、蒸留酒にそういう味付けをしているので、リキュールっていう感じになるんですけど、今、第3のビールの主流はこのリキュールですね。パッと見にね、リキュールとは思えないほどビールのような味なんですけど、裏面よろしかったらね、見てくださいね。私なんか結構スーパー行ってね、第3のビールとか発泡酒の裏面とかずっと見るの好きでね、すごい怪しいんですね。それずっと見ててですね、そこでこの違いはどうかと言って、ね、ブツブツ言ってるんですけど、まあ、そういう楽しみ方も私はスーパー行った時ありますね。まあ、何の説明かちょっとね、わからないんですけど、ちょっと熱くなってしまいましたね。で、リキュールって言ったらですね、いろいろね、あるんですよね。どうやって作るかとか、種類が非常にあってですね、蒸留してエキスを抽出する方法ですとか、あとはこれは、この方法ですね、浸石法って言ってつけるんですよね。これだったらバラの花をつけとくと思うんですけど、それをつけてですね、エキスを抽出するというようなやり方があるんですね。まあ、あとコーヒーみたいにお湯でドリップしてエキスを溶出するパーコレーション法とかいろいろあるんですけどね。これはね、先ほど申し上げた一つのは浸石法をつけた、バラの花をつけてですね、作った方法。プラス、ローズシロップを混ぜてるというところですね。これはリキュールになりますね。ですね、こういうふうにバランスよくブレンドをしたのでですね、非常にね、美味しい、リキュール、お酒になりましたね。これはね、女性の人、私お酒あまり好きじゃないんですっていう方でもね、飲めますよ、これね。逆にこういうの飲んでるとおしゃれに思われてですね、他の男性からお声がかかる可能性も高いんではないだろうかと。そういうふうに私思いますよね。まあもちろん女性専用じゃなくて男性が召し上がっていただいてもね、全然いいんですけどね。しかしこの大和一酒造元さんっていうのは、オンリーワンで面白いですよね。アルカリ温泉水で仕込むっていうのもなかなかなくてオンリーワンのことだと思いますし、あとは牛乳焼酎もオンリーワンですね、あれね。そしてさらにこのつくしいバラ、これもね、なかなかここまでフルーティーな、いや、ローズ系の香りのリキュールっていうのはなくて、私も結構ヨーロッパのリキュールって結構飲むんですよ。例えばシャルトリューズですとか、ベネディクティに筆頭とするですね、もの、まあ、あとはチェリーのリキュールとかいろいろね試したんですけど、結構ね、甘ったるかったり、なんていうのかな、アルコール度数が強すぎたりとかね、して、結構飲み方が工夫しないと難しい。まあ、もしくはカクテルにしないと難しいということがあるんですけど、このつくしいバラはですね、日本のリキュールって言うなんですけど、世界に十分通用しますよ。これは私が確信を持てるような、作品、まあ、商品ですよね。日本のリキュールは非常にたわやかで素晴らしい。あと、しなやかで、ベルベッティって言った方がいいんですかね、大和なでしこっていう感じがして、素晴らしい一品でしたね。はい、さてそろそろお時間になったようですね。この度もですね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。バラ講習つくしいバラでした。